いたします。お願いいたします。この度総務大臣を拝命いたしました新藤義孝でございます。どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げたいと思います。また併せて私は地方分権改革、そして地域活性化、さらには道州制も担当させていただくということでございます。総理からは被災自治体の支援、そして防災の強化、公務員人件費の削減、地方分権の推進、地域活性化、道州制などについてしっかり取り組むように指示をいただいたところでございます。また内政の総括官庁でありますから、総務省はですね、大変幅広い所掌事務がございます。併せてこの国民生活に密接に関連したという意味においてですね、極めて重要であると。私たちは新しい政権において日本の元気を作っていきたい、私たちの国のいろいろなですね、経済や優しい社会、そういったものを取り戻していきたい、こういう思いがありますが、日本の元気は地域の元気の塊からだと、私はそのように考えてですね、ぜひそれぞれの全国、地域、裏々に至るまでのですね、このお手伝いができるように、元気を作れるような、そういうことを心がけていきたいと、このように思っております。そして何よりも、まずは復興、そして復興事業の適正化、これが必要だと思います。加えてですね、防災対策というもの、これをもう一度全国的に見直して、命を守る国土づくり、こういったものもやらなければいけないと思います。被災地の自治体や被災地の住民、そして避難生活を送られている方々に支援する取り組み、こういったものをさらに強化していきたいと、このように思いますし、この全国各地域のですね、消防や情報通信、そして地方のインフラ整備、こういったもののですね、分野で防災対策というものもしっかり前進させていきたいと、このように思っております。またこの内閣全体の力を合わせて、経済の立て直しを行わなければなりません。その意味において、各閣僚と連携して、総合的かつ迅速にですね、経済対策を講じていくことになりますが、総務大臣といたしましては、疲弊が激しい地方経済、地域経済の再生に全力で取り組みたいと思います。また併せて、地方財源の確保や、情報通信技術の理解活用、こういったものもですね、進めていきたいと思います。また、さらに国民が安心して将来に向けた営みを続けることができる、優しい社会、こういったものに対してはですね、特に国と地方が支える安定した社会保障、こういったものが実現させなければいけないと、このように思います。また、未来につながる国の形を作るという意味におきまして、地方分権の推進、また道州制、この検討をですね、ぜひ進めていきたいし、行政改革や政治改革にも取り組んでいきたいと、このように思っております。さらに郵政民営化を担当する大臣といたしまして、郵政民営化の成果を国民が実感できるような新たな事業展開を図っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。私からは以上でございます。じゃあどうぞ。市内の参院長審議の番組します。内閣の基本方針ですね、国境離島の適切な振興管理というのがあります。総務大臣の立場で、その所信についてお伺いしたいと思います。これは直接ですね、私の役所が出す法律ではないと思いますが、しかし離島の、国境離島の有人、無人、こういった離島の管理、それから整備ですね、振興、こういったものを総合的に取り組む必要があると、私はこれ、かねてより問題意識持っております。ですから、内閣の中でですね、そういった取り組みが強力に図られていくように、私も一員としていろいろとですね、この関係していきたいと、このようには思っております。じゃあもう一方でお願いします。NHK の伏見ですが、所管の選挙制度について2つ聞かせ願えればと思います。一つはですね、先の国会で自民民主公明の3党で選挙制度の抜本改革について合意をされたかと思うんですけども、衆議院選挙の抜本改革についてのお考えという点が1点です。もう1点は安倍総理がですね、
選挙のネット解禁について積極的な発言をされているかと思うんですけども、参議院選挙に向けてどう考えご所見をお伺いできるかと思います。はい、まずこのゼロ増5減による区割りの確定は、これはもう区割り審で審議中であります。ですから、勧告期限内にですね、しっかりとこの区割り審の判断が出ることを期待したいというふうに思います。そして私どもはこの区割り審の勧告を受けた後に、区割り改定の公選法の改正を閣法で出さなきゃいけないと、このように思っておりますから、そういったことをですね、しっかりと取り組みたいと、このように思っております。またネット選挙の解禁につきましては、これは総理からのそういったご発言もあります。さらには、各党、各会派で議論いただいて、そういったものをこの内閣できちんと方針を出していき、また私どもの役所で取り組んでいきたいと、このように思っております。それでは以上をもちまして、新藤大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。